今日も一日お疲れさん、どうも総太郎です。安井です。今日の企画は総太郎に100の質問です。うわこのクソめんどくされ男に。誰がクソめんどくさ男よ。余計ややこしい。余計ややこしいか。そのままで男でいて。ああ、そうか。そのテンションいいよ。誰がやねんって言ってくれる。あ、それはいいやな。そう。チャクラってそういう話なんだ。チャクラ今10になってるから。これチャクラの概念いつ浸透するやろうな。お前ずっと言ってるけど。しっくり来へん。ちょっと。ナルトとか見てたらね。あ、ナルトがわかんとあれか。そうやで。今回そのね、まあ、このクソめんどくさがり男に100個の質問答えさすので、うん。これね、質問それぞれが、それぞれのやつ募集したんで。そうやな。総太郎にどんな質問来てるか僕しか今、現状は知らないので、ね、うん、アドリブで答えててもらって、この相談のアドリブが試される企画でもあるという。回しとけよ。試されへんやろ、どうせ間にカットしてくれんから。試されへん。けど前の選別するときに考えてたよ。何何何、こいつこの質問投げたら5分かかるなとか思いながら。分かる分かる。てか相太郎これ質問嫌がるやろなって。めっちゃあった。分かる分かる分かる。想像つくからな。想像つく。別にないですとかこいつ言うやろなとか。そうそうそう。ではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。はい、ということで、これ結構初めてしょ、はい、こんな画角。いや、初めてやで、一人で全部やっていくの。質問者が外に出て、ちょっと僕読み上げスタイルで、うん、もし何かあったらちょっと入っていって止めたいと思います、暴走を。俺は何やと思ってんの。早速1問目。いろんな質問来てるんですけど、はい、パーソナルなとこからいきましょうか。好きな176センチです。違うか。まだです。好きな歌手。ケツメイシです。一日女の子になれるのは何をしたい？セックス。いいね。心が落ち着く場所はどこ？海ですね。2番目はどこなんじゃ？喫茶店ですね。タバコ吸える。バラですか？バラです。赤坂のバラです。4月から大学生になります。大学生のうちにやった方がいいことを教えてください。ちょっとでもやりたいと思ったことは全部やっていくことですね。できる範囲でね。できる範囲で。お金があるとかも考えてね、うん。日本国内で思いっきり叫びに行きたい場所はどこですか？石垣島の崖の上ですね。それ叫んだんじゃないの？叫んだけど、ちょっともう一回叫びたいな。あ、じゃああれ屋久島やな。日本津々浦々叫んでるから俺は。え、あれ？あのファンクラブ初ライブが屋久島だったっていう。そう。宿歌詞のファンクラブで限定ライブやってるんですけど、それの初ライブが個人ライブが屋久島。すごいなそれ。いや、すごかったよ。彼女の束縛どこまでなら許せますか？どこまででも許せないですって今までは言ってますから、結局どこまででも許せます。長澤まさみさんがご結婚されたらどうなりますか？これ多かったですね。まさみさんやっぱ多いですよ。その質問をせんといてほしいかな。考えたくないし。ガチ好きやな。ガチ推しなんすね。じゃあでも普通にいいやんと思う。おめでとうございますって思うし、あんま変わんないです。もう僕にとって女神みたいなもんなんで。ちょっとまさみさん関連でこれ多かったですね。長澤まさみさんどこが好きなのか教えてほしいです。中身、顔、スタイル。これもうガチのこと言うで、長澤まさみっていう名前です。どういうこと？俺好きすぎて10年言ってんのよ。長澤まさみ、長澤まさみ、長澤まさみって言ったら、もうもはや長澤まさみっていう名前が好きまである。わかるかな、これわかる人おるかな。存在ってことやろ。だからいや、だからほんまにジャニーズとかめちゃくちゃ推してる人もしかしたらわかるかもしれない。いや、わかるよわかるよ。ちなみに好きになるきっかけとかあったんですか、まさみさんは？めっちゃシンプルにプロポーズ大作戦見て、もうこれが僕の理想の女性だ。そうなんや。なんて可愛いんだ。あとポアダムの MV のまさみめっちゃ可愛いから。あ、そうなんや。最強可愛いけど、ぜひ見てください。好きなスポーツは？サッカーです。高校までずっとサッカーやってたよね。そう。なんでイケメンって言われるの嫌なんですか？すごく素敵な個性。しっくりこないってだけなんですよね。そういう扱いを受けていてないから。大学生からだもんな。そう。だからまあ安井一番わかると思うけど、俺が中学3年間過ごしてイケメンって言われたことはないからね。ちっちゃいタオルかけてる坊主のキャラみたいな。言ってた気するんで、大学生になってからとか、もう総太郎めっちゃ男前みたいな扱いらしいでみたいな話になった時に、みたいな。目とかで言わんけど、そんな感じになってんの総太郎今。そうやんな。そう。なんかあいつどうしたみたいな。いや、ほんまに。18年、9年それで生きてきてるからシンプルに追いついてない。未だにでもほんま不思議な気持ちになる。ソータローめっちゃイケメンっすねってコメント見てて、まあそうやねんけどみたいな。友達は全員そう思ってんちゃうか。そう。でも大学館の友達やっぱ違うよ。ハコちゃんとか。いや、ハコちゃんも言ってるよ。お前のことイケメンやと思ったことないけどなって宿泊入る頃言ってたよ。そうなんや、うん。差し入れ的なのでもらって嬉しいのは何ですか？タバコです。ハイライトメンソールとアイコスのミントです。でも最近ね、コーヒーをくれる人が増えて。ああ、いいやいいや。楽しいですね。うん。ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。わかりやすく説明する伝え方を聞きたいです。僕は話が長いから難しいですけど、一言で言うです。まず一言で頭出ししてから説明する。ああ、結論からってことね。はい。倉庫かわいい。ありがとう。甘い恋人関係が似合うだと思うんですが、実は二人きりの時、バカップル並みの甘々なんじゃないですか？そんなことありません。いや、これ怪しいですよね。わかりますよ。ふにゅふにゅしてる時あるんじゃないかっていう。僕は23時間はマジ男貫いてますから。1時間ない。寝る前やんけ、絶対。朝一やわ。朝一か。寝起きやわ。なんでそんなかっこいいの？生き様。内面が出ちゃってんのや。出ちゃってんな、これに関しては。シンプル DNA っすね。ああ。
短髪にはしないのですか、見てみたい。見てください。今相当短髪やんな、だって。まあ今短いね、うん、ご覧あれ。使ってるシャンプーはひまわりです。ひまわりやったかな。糸使ってた。ドラえもんの秘密道具欲しいのは透明になれるやつです。絶対風呂やん、うん。そこで金とかじゃないんや、やっぱエロいことがいいや。透明になれたらそのエロもそうやし、あ、まあまあ、いろんな人の知らんとこ見れるんで。そういうの好きやもんね。セフレやワンナイトで本気になれて困ったことないですか。あります。なかったらあんなドラマ作らへんよ。うん、だけど多分お互いにあるよ。お前が追いかけたこともある。そうそうそう、まあないけど、嘘やけど。そうないんかい。なんか嫌なこと言われそうやなと思ってお前みたいな顔でモテよくんなみたいな言われるから言われ、そんな言われたことないよ多分。ある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 。あ、そうなんよ。髪型のやつは結構書かれてるよ。こんな見た目の人たちにとやかく言われたくないんですけど。ああ、まあまあ、それは知らない、それは知らない。それはすいませんって感じです。はい、すいません。ごめんなさい。一日何時間勉強したら神戸大合格するんですか。12時間です。ほんまにしてそう、そう太郎って。いや、ほんまにしてたもん。しこるか勉強しかしてん、あの頃。いつから目指したんですか。高校2年の冬。それまでも別に普通にまあ、勉強もそれなりにしてみたいな感じ。うん。まあなんか授業だけずっと真面目に聞いてるから、中学から。ほんまに真面目に聞いててるし。言ってたもんな。なんで学校来てんのに授業ちゃんと聞かへんのみたいな言ってたから。あ、そうなんや。俺知らん。それは覚えてないけど、あんまり。いや、ほんまに真面目やったけど。授業とか寝ないよね。うん。だって意味わからへんもん。そういうしに来てんねんから。友達おらへんやん完全にそれはマジで関西で舞台をする予定ありますか。ないんです。いや、でもしたいよね、いつか。したいですよ、それは。僕は昔の宿会して好きな動画どれですか。あの沖縄の暴露酒です。あ、じゃあ俺が入って2本目とかのやつ。そう。なんであれなの。バカ楽しそうやから俺らが。あ、そうなんや、うん。みんなめっちゃ楽しそう。新メンバー入って勢いづいてみたいなとこあったよね、うん。宿歌詞メンバー増えるとしたらスカウトしたい人。ケンセ。それはどういうところが。面白いから。ないし俺らに。あいつかっこいいしな。かっこいいし。うん。イケメンの総太郎さんですが、自分の外見のコンプレックスとかありますか。鼻です。はい、もうちょっとシュッとした鼻がよかった。こうなっといてほしい。ああ、はいはい。ペチャッとなってるよりはってこと。うん。そんな初めて聞いたな。ほら、聞かへんもんな。聞かへんよ。面白いな。人生初海外一人旅するのに、総様的事前準備とこれだけは覚えときなご教授願います。ございません。インドの経験とか話してくださいよ。充電器とかぐらいは持ってった方がいいよ、ちゃんと。っていう話。それだけほんまに。まあでも今時携帯やったら何でもできるよね。何度でもなるし。スマートフォンあったら。せっかく海外行くんやから、どこ行くかにもよるけど、うん。そのヨーロッパ行くやったら話変わるけど。でも女の子やで。いやいやいや、別にいらないでしょ。だって行った先で何を感じるかで、思うままにやった方が楽しい。僕はもう何もしない派です。調べない派です。似てると言われる芸能人は小沢幸義さんです。似てる。似てる。好きな顔の女性芸能人5人。いや、5人も言っていいですか。これ時間かかるわ。長澤まさみ、吉岡里帆。決められるな。磯山さやか。いやー難しいなこれ。のっち。いやー難しい。選べないとかあるんですか。誰かあと1人がひねり出してくださいよ。あ、キャメロンディアス。なんかよう例え回しにキャメロンディアスで出てくるよ。そうそうそう。キャメロンディアスがおったらお前は浮気せえへんのかな。めっちゃ言うよな。言う言う言う。キャメロンディアスめっちゃ好き。最近感じたおじきを教えてください。めっちゃしょうもないんやけど、うん、めっちゃ笑顔で笑ってるおじ見たとき、やっぱ普通に嬉しそうにしてくれてるおじを見てて幸せな。歩いてるだけでなんか俺最近もおじ頑張れと思ってサリーマンのな。あ、恋愛できる年齢の幅教えて。25から40までやと思う。何にも全く気にしないの、うんうん、入り口で、うん、自分でかっこいいと本気で思ってますか。はい。いや、なんか言い方ね、いやね、これ自分でかっこいいと思ってます。かっこいいかかっこよくないかで言ったらかっこいいと思ってますよ。ああね、本気出しゃ。確かに別にあのマッシュの時かっこいいと思ってんし。あ、まあまあまあな。どうとでもなるからな、そのかっこよさなんて。中身の話じゃないですか、もしかして。中身はかっこええや、お前。そんなんもう愚問中の愚問や。中身がぐちゃぐちゃなよな、どっちかって。中身バリかっこええやろ。あ、そうですか。うん、わかりました。わかりました。俺がどう思うかって話だからね。そうそうそう、それはそう。自分の好きなところと嫌いなところは。もうありすぎだな。どっちも。どっちも。めっちゃ人間やな、こいつマジ。難しいな、一個ずつ出すの。一個で絞ってください、そんな魅力ある総太郎さん。まあ好きなところは、かっこよくありたいとずっと目指し続けていることころですよ、ね。なるほどね。嫌いなところは、自分勝手なところじゃないですかね。結局。多くですからね、しかしね。自分勝手さで人に迷惑とか傷をつけるのに変わらないところ。人生において最も大切なものは何ですか。愛やな。おぉ、こいつ渋い。いい大人になってきたな。一番目に愛出てくるのいいね。ちょっと恥ずかしそうな。なんで別にええよ。
愛を持って動いてる人はやっぱりかっこいいなと思うよね、うん、ヒデさんとか共演者にめっちゃ愛あるから、うん、なんか打ち上げで言ったったんやけど、ペナルティーのね、そう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 、俺ら若手とかものびのびやれるようにもう今回はほんまに気さくにずっと空気を作ろうと思ってたと、うん、だからなんかそれが気持ち悪いと思われるかもしれへんけど、喋りかける時にできるだけちょっとボディタッチ、男にはね、ボディタッチしながら距離を詰めようとしてたって言ってて、かっこよと思って、そんな中みたいな、お前はそうとか思って、いやほんまにだからすごいなと思ったし、そういう人かっこいいな、愛出してくださいよ、総太郎さんもあるんですから、お前ね、次ね汗かいてグルグルしてるだけじゃダメですよ、総太郎さん的に自分の一番イケてる髪型は、これ結構イケてるよな、それいいんちゃう、今調子いいか、一番いいんちゃう、うん、もしかしたら俺も危なかった、だからあのメッシュ入れたいなと思ってたから、だいぶ危なかった、母性ダクダク溢れてるけど貧乳付き合える、付き合えるでしょ、あ付き合えるんすか、付き合うで言ったら付き合えるでしょ、それどうやってセリフの練習していますか、ひたすらずっとブツブツ言ってます、歩きながらとか、もう何してても言えるとこまでずっと、これ外でやることもいいんですか、いやもう基本家の中で気持ち悪いから、家の中何や、家の中でガーってずっと読み続けて、外行ってもやってる、舞台やってたやんかこの間、うんうん、2月にね、うん、だから結構セリフ量あったやん、うん、どんなかかるの、ほんまの意味で覚えたん俺3週間ぐらいかかったんやけど、ああでもまあかかるんちゃう、かかる人、かかる人、そうそうそう、遅いんや、うん、だって俺よりセリフある人たちもう覚えてたもん、まあまあそっか4歳の娘が総太郎さんのことイケメンって言ってました、将来お嫁さんしてくれますか、できないですそんなことよりお前4歳の娘がイケメンって言ってくれたことに感謝せよ、いやだからそっちを言いたかったよ俺も、だからえって言ってたけど答えなあかんなと思った、僕はだからありがとうございます、でもちょっとお嫁さん難しいですねって言っとけよ、ありがとう、無理ですとか言ったんだもん、4歳泣くわお前、ありがとう、今恋してますか、はい、おーいいね、春だね、うん、もうこうパッパーと言いますね、うん、飲んでる時に偶然出会えたら逆なしていいですか、ワンチャンありますか、ありません、逆なしていいんですか、はい、どんな感じのことあるんですか、多分飲むと思う、面白そうだから、どんな感じ、え、ソータマさんですかみたいな、はい、え、その逆なんやで、お前普通にかっこいいってことで来た逆なんじゃないで、普通にもうソータマさんですかで入る、うん、絶対一緒に飲みませんやん、じゃあ なんすか、なそれ飲むんちゃうけど、飲みませんやん、暇やったら飲むで俺多分、お前一人やで言うとく、俺一人やろ、ほんで言われんやろ、飲むって、いや飲みませんやん、飲むって女子やで、いやだから大体他になんかやらなあかんことあるから飲まへんけど、それ飲むって、あそうね、うん、生まれ変わってもしくかしメンバーと出会いたいですか、別にええかな自分にヒゲがあるときないときどっちが好きですか、あるとき、映画に出る前後で YouTube や俳優業に対しての考え方変わったりしましたか、変わんないです、あまあ変わんないけどやっぱより強く YouTube が大事だし力だなとは思いました、祝賀氏はね、うん、ここのおかげで今があるなというのを本当に思いますね、トークイベントなんか差し回らないからね、祝賀氏はそりゃそうです、そういうのがあるために実感していくって感じ、そうね、変わるという、どんなジャンルの映画やドラマをやってみたいですか、何でもいいです、これずっと俺も気になってたまにプライベートとかして質問してんねんけどあんまないみたいですね、うん、こういうのやりたいとかありそうやけどな、悪役がいいとか、あの自分で作りたいはあるよ、その作品を、でも役者としてはないです、それなんか珍しいんじゃん、結構そんなことないの、いやそれは役者をどういうものとして捉えてるかやと、どうですか、これはパーツとして捉えてるから、作る作品のね、そうそう、創造性という意味ではその与えられた役割の中でどんだけ想像を超えるかっていう話、役割を話しながらっていう感じやから、俺はそうやってそういうタイプの人多いの周りに、結構おると思うで、ああそうなんや、うん、意外とみんなこういう役やりたい、例えば海賊の役やってみたいとかもないんや、お前ない、あそうなんすね、何でもやりたい、一番大事な質問来てます、はい、下市町の観光スポットはどこですか、今ですか、一応あるっすけど水川神社っていうのかな、氷川神社っていうかな、おい名前はちょっとあれなんですけど日本最古の絵馬がある、あ絵馬発祥の地なんで、そうなんや、絵馬発祥すぎてうまいからね、ガチでガチ馬がいるってこと、ガチ馬がいる境内に、でそこめっちゃ古いだよ、だから俺行ったけどマジで空気違うから、へ境内くぐった瞬間に、へピーンってしてる、見たこれガチだから、ほんまに一回行ってみてください、うまいるん、飼ってるってこと、なんかいる、へそのこういう柵の中にいる、1頭いるん、2頭やったか、おもろ、奈良ってやっぱすごいですね、いやすごいよ、下市は結構ねそういうのが多いから面白いです、お寿司屋さんもね、うん、好きな女性の服装はニットです、これだけは絶対にブレないという信念はありますか、ニットは好き親から言われた発せられない言葉はありますか、お母さんは幸せやで、母から、はい、あまあお母さんはあんたらがおって幸せやで、父からはないです、親父、おう
子さんじゃないですか。それは親父のセリフ思い出そうと思ったらそうやな、しか思いつかないな、結構無口だよね。そう確かにせやな、まあ結構喋るけどな、年々喋るな。そうじゃない、年々喋る、年々喋る、全力で変顔してみてほしいです。その顔好きやな。死ぬ前に行きたい場所トップ3は？ブラジル。他は？アメリカ。あと1個。アフリカ。全部外国なんですね。すごい。しかもでっか。全部。遠いとこ行きたいな。1年前のプレゼンバブザブラ見てきました。5人が集って自分をしかしに出会えて感謝してます。生きる。ありがとう。ありがとうございます。髪型の参考にしてる人いますか？久保塚洋介です。うわぁ。池袋だ。はい。鈴木さんのいいところ教えてください。来ました。全部全部。お前、ふざけんなって。お前ほんまに、いやこれはほんまにけどあれやで、もう込み込みになるからふわっとすんで、ふわっとするけど俺のことをこれだけ知った上で一緒にいてくれることです。お前それだからリーダーにも言ってる。いやだからほんまにそうなんやって、そう最終みんなの好きなところやろ、うん、そうなっていくマジで。まあそうやな、相当の友達はスタミナいるから。うん、セリフ、かっこ特に長いセリフを覚えるコツは、学生時代から暗記物得意でしたか？僕学生時代から暗記物クソ苦手なんで、今も苦手なんですけど。これ意外なんちゃう？僕英語とかできなかったんで単語覚えれなくて、コツはないですね、ひたすら読むです。時間かけるってだけしかない、ひたすら時間かけます。自分で読んだセリフを録音して入れて、それもずっと聞いてます。とかもうとにかく数でやってます。これまでの彼女との思い出と言われてふと思い出すのは誰とのどんな思い出ですか？手つないで池を散歩した後に、お父さんと似てるとこが好きやねって言われた。はい、いいね。これじゃあちょっと深く聞かないですけど、はい、顔も性格もドタイプの女性がいても A カップの人とは結婚できない？いやだからできるって。これ多かったですよ。貧乳とは付き合えないですかとか。関係あらへんからな。ほんまに付き合う結婚とかっていう話だった。ああ、まあ好みとかで言い出したらって話もあるね。うん、10歳ぐらいの頃大人になったら何になりたかった？有名な人。意外やな。あの時の宗太郎がそんな風に思ってたのは全然分からへんな。ビッグになりたいって言ってたと思う。あ、10歳か。サッカー選手、オリバーカーになりたかった。書いてたわ、筆箱にオリバーカーになる。ドイツ代表やんな、これ。うんうん。キーパーやらなかったの。暇やんだって。お前、でお前、オリバーカーになれ、マジで。違う、あのレベルでやってるのは話違う。小学生のサッカーでキーパーってめっちゃ暇やん。なかなかゴール前まで来へんのから。なんで役者になりたいんですか？演じることが好きなんですか？チヤホヤされたい？チヤホヤされたいもあるし、演じることが好きもあります。一番の理由は、一番僕が向いてないなと思う中で、でもこうなれたら最高だなと一番思うものなんで、うん、上がっていく過程がもうそもそも楽しい。なるほど。目指す家庭。家族以外で今一番尊敬してる人は？孫正義です。孫正義はなんで？かっこええやん。初志貫徹というか、周りから何言われようがこれだって言って誰よりも突き抜けてやっていく感じがマジでかっこいいなと思いますけどね。来世は男性か女性？男性です。理由はちなみに？面倒くさくないからです。イメージやけどな。結婚相手に求める条件3つ。僕を受け入れてくれること。求める条件3つもないぞ。ほな1個でいいんじゃん。それにつきます。料理で何が好きか3つ教えてください。白米、卵料理、肉料理。モチベーションを保つためにされてることありますか？日々の努力の積み重ね。恋人、妻とはどういう関係性でいたい？独立。一番にやりたいことは何ですか？女性を笑顔にすること。なんかあったんすか？めっちゃ迷ってたやん。大丈夫か？いやいやいや、ちょちょ考えたけど、まあ、苦手なこといっぱいあるけど、はいはい、一番って言われたらそれかな。ほんまに難しいわ。あ、そう、うん、男はいけんの？いけるいける。男はいける。一番得意なことは何ですか？後付けでロジック組むことです。ひろゆきやん。それっぽい理由を言うていくことです。顔がタイプすぎるんですけど、どこまで磨けた話しかけていいですか？はい、ありがとうございます。どうすればそこまで熱く夢を追いかけられますか？予約を毎日やってたらじゃないですか。好きかどうかみたいなのでかい気するけどな。やっぱ当たり前やけど、それめっちゃ悩んだけど。俺芝居ができてたらもうそれで幸せですっていう人いっぱいいるから、それと比べると俺はそこまで好きというか、芝居自体にそんなに愛がないけど、別にやると決めているからあんまり関係ない。宗太郎さんは好きな女性に抱きしめてほしいタイプと好きな女性を抱きしめたいタイプのどちらでしょうか？抱きしめてほしいタイプです。そうだね、はい、そうでしょう。理想のお子さん方ベスト1位は？沖屋です。シンプル。今でも思い出す人生の後悔は？ちゃんと感謝を形にしなかったことと、めちゃくちゃ泣かせてしまったことの2つじゃないですかね。めちゃくちゃ傷つけたことと、ちゃんと伝えなかった、まあ、2人ですけど。あ、2人ね、はい。嫌いな食べ物知りたい。好きなものは何だと分かりますか？ホタテ。将来乗りたい車は？運転席の左にちゃんと肘掛けついてる車。高級車なのかな？いや、そういうデザインやったら何でもいい。めっちゃ何でもいいやん。何でもいい。同い年で30を過ぎたからこそ、学生の頃より肩の力が抜けた感じしませんか？あんま思わないっす。
肩の力やろ、ガチガチやもん。だってもうずっとガチガチやな。今日見た映画も俺ガチガチやったな。トークショーやってたんですよね今日。うん、一日どんぐらいタバコ吸うんですか？40本です。もう体に気ぃつけてください。はい。今年海外旅行の予定は？ありません。あ、50万いったら行くけど。50万いったらどこやったっけ？ブラジルかな。アメリカ。違う、アメリカや。ほんで100万いったらブラジルだから今年はアメリカ行きます。リーダーが旅費出してくれるの。やばいやばい。冗談です。運命とは辿るものですか、自分で作り出すものですか？作り出すものでしょうと思いたいですが、多分作り出せないでしょうね。あ、そうなんですか。うん、振り返ったら運命やったってしかないんじゃないですか。あ、まあ、何を運命として捉えるかやっぱ捉え方やと思う。昨日の夜ご飯何食べた？鶏とネギ炒めたやつ。人生最大のピンチとそのピンチを切り抜けた方法。切り抜けれてないと思います。多分、終わりました。人生最大のピンチは普通にそのままアウトです。終わりました。何も取り返せないもん。終わりました。破滅。はい。叶わないなんて思う人いますか？それはいっぱいいますよ。どういう人ですか？いや、例えば俺の親父です。それどういうところが叶わないの？あ、そこまでそれ俺らに感じさせずにいけたかっていう。例えばずっと親父の子供として育ててきて、親父の機嫌で当たられた記憶が俺一回もないから。なるほどね。そんなん俺絶対できへんから。孝太郎の箱ほど入った時ぐらいにツイートしてたよな、お父さんの。こんな大変なことずっと繰り返して育ててくれてありがとうございます。ああ、ハゲてたかもしれん。で、俺がそれリプライしたの覚えてんだよ。すごい分かるわみたいな。それめっちゃもう前、18年とか少し入る前とかで。懐かしい。最近見た印象的な夢は？水路に落ちて上がろうとしたら水の中で足掴まれた夢ですかね。うわ、怖っ。そんな夢見てんの？見たけどそのまま普通にヒュッて上がれたから。あんまり泣いた？泣いた泣いた泣いた。排水口の蓋が開くの分かってたから。そんな冷静な？そうそうそう。だから、うわ、足掴まれてるわと思って待ってて、誰か来るやろうと思ってたら開いたから。別にあんまり。手帳は紙派、デジタル派、持たない派？手帳か。デジタル派。パソコンにメモとかするんですか？うん。コンプレックスありますか？平凡コンプレックス。突出できていないコンプレックスかな。あ、そうなんや。正しくは。好きなお味噌汁の具？ナスビ。ナスビ。ナスビとさつまいも。元気してますか？はい。ショートドラマ好きでした。また撮る予定はありますか？また4月に出します。役に入る時のスイッチありますか？ありません。ないから困ってます。スイッチ型っぽいのに。スイッチがないから、もう朝から必死で何時間もかけないと難しいです。演じてる時に自分のことを俯瞰してみてますか？それとも役に没入してますか？両方です。両方？両方ないときつい。活字苦手なんだけど読書沼にはまりたい、どうしたらいいですか？エッセイとかから始める。そうだね。短い文を読んでいくとかじゃないかな。うん、好きな人の日記とか。夢は叶いそうですか？はい。私のこと好きですよね？いや、違います。歴代の元カノにロングヘアいらっしゃいますか？いらっしゃいますね。はい。最近好きだった本？須藤小鳥さんの無限の月です。ぜひ読んでみてください。京都に来る予定ありますか？ないです。教訓はありますか？一人で頑張ろうとしても行けるところは限界があるかな。なるほど、ね、最近の一番の学び。出れちゃう瞬間は？おっぱい見た時じゃないですか。血液型の性格タイプって合ってると思う？まあまあまあ、うん、そんなに合ってないこともないんじゃないかと思いますけど。アプリ何使ったことありますか？大体使ったのか。4個ぐらい使ったから覚えてる。ポーカルとか使ってたし。これ最後です。はい。今まで最高だったおかず？どっちの意味だよ。昼のおかずと夜のおかずで言うと。昼のおかずは普通に白米に合えば何でもよくて、夜はどこで終わるのあかんね。童貞と1日遊園地とかのデートをして、はい、AV 女優が、はい、その1日デートしてつどつど、なんか本当童貞だね、面白いねみたいな感じでこうちょいちょい笑いながら個人のインタビューシーンもあるんやけど、うん、その1日を経ていくうちになんかほんまにちょっと可愛く見えてきて、女優もちょっと気持ちが乗ってきて、2人ともカップルみたいな空気で最後セックスする AV。 めっちゃ強かったんやね。あ、ごめん、 FC2 ライブで課金した時かも。働いてた時に一晩で。何年か前よね。そう、10万飛んだから。バカだよなこいつ。10万課金したからね。なんで風俗行くんとか言われたくないんやけど。絶対風俗の方がいいやん、コスパとしては。コスパとかじゃないからやっぱ記憶に残ってんじゃん。そうですよね。あんまりにアホな使い方やから。そうやな、すいません。さあ、ということでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、なんと質問が3つ足りませんでした。どうもすいませんでした。いやー、足りてると思ったんやけどな。ということで僕が残り3つ一人で足していきたいと思います。身長は176センチです。 MBTI は論理学者です。人生の夢は何ですか？35歳でアカデミー俳優を取ることでーす。イエーイ、今日から朗読劇始まってまーす。頑張ります。ということで続きをどうぞ。登録熱ー。
はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。読んでる方結構面白かった、意外と聞かないね。やっぱ嫌いな食べ物とか知らんかったもん俺。言ってるけどな。いやでもなんかさ、その俺別にまあ食えるけどなみたいな感じで、ああま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 あ、嫌いすかしするよ。いやだから食えるからな。そんな感じで、はい、これをちょっともし好評だったらリーダー100質問も、そうだ100質問もやるんですか。だからここまでは今のところ取るから、はい、もしよかったら見てください。よっしゃー、よっしゃー。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。